キシ君、ハクムン VS ツバカルル君でいきます。まあちょっと団子さんはのじ合い中なんで先こちらの方へ行きます。さあまずはお互いネスさんを出したいが、白面がツンツンしてる。さあこれ一気に、さあ挟んでいくが、白面には当てみたホタルがある。あ、おうまくガードしてる。さあ一気に白面がポパン当ててから一気に画面端を持っていく。さあこれは結構きつそうな感じするが、しかし青いが、しかしさあこれジャイエンで暴れてジャンビーが刺さっていく。さあ白面じゃねえ、カルルが画面端にネスさんを前にしてが、そしてジャンビーで使わされ、ジャシーで退屈される。これ、白面が一気に攻めていくが、タモさんがさざ波って一言だけ言ってる。さあ、これで挟まれて、ガフ。ああ、続かず。ガフに。先に当たってれば、6B 立ちくらいで、その後、レンさんの叩き付けが入って、そこからここもいけるんですけど、まあ、順番が逆だったと。まあね、だから、先にレンさんの叩き付け、ネタの叩きつけ食らうぐらいだったら 6mm 単発で終わらせた方が全然得なんで、素晴らしいガードなんか、あれ姉さんの肘がここまで来たらなんかガードできるって前言われたことある。あーマジです。なんかいろいろ判別方法あるみたいですね。さあ1本取ったのはナタキシャクメン。まあこの組み合わせ一般的にはつうか、まあ多分普通にハクメン有利なんで、まあことをうまく運べば転ばないはずなんですが、まあこの前の池袋SOB 予選では僕はカルルに負けました。申し訳ない。さあ、ロケ対空から拍手して、叩きつけて、ジャンシー、叩き落とし、こっからの置き攻め、フォークはダメです。もうちょっとね、タイミングをずらしていかないと、白面側は待って、当て身があるんでね。さあ、2C、ここでバスト。さあ、ブリオで、とりあえず相手のジャンプを牽制するんですが、まあ、中央であんましジャンプを牽制しても、あんましよろしくないので、なるべく、カルル側もラインを上げて、ラインをね、ラインを上げていきたいんですが、4D、あれ1段目ガードしたら、2段目当て身が取れます。通常ガードでも。さあ、ジャニシーから、コンボを伸ばして、カルル君は差し締めがなかなか難しい。今 6D やったって言った。さあ、なかなか、あーどカウンタービル、当て身が出ていた。さあ、なかなか、次で怖いのは悪滅の存在。さあ、これで浮かずに姉さん触れなくなってしまった。 6A なら5番からゲージ開いて投げはスカディ。ああ、最後はツバギ。まあカルル君は上りジャンビーも当たるんで、なかなか厳しい組み合わせ。さあ、とりあえず1本目勝ったのはナタキシさんと、ナタキシ、ツバ、ソーダ、ナタキシ。お前の真の役目だと誰も知るまい。あ、やべ、これ直すの忘れてた。ヒノコさんが前と思ってる。ワンピーガーが、団子さんのノエル、ツービーガーが、ツバ君のカルルと。よいしょ。さあ、試合見てなかったんですが、姉さん振り回し 4D かな、当たっちゃってダム取って、方向機攻めはジャンプで抜けたんですが、方向当たっちゃってジャンエ。さあ、カルル君のジャンエ強いっすね、マジで。うん、あれ中段だし判定も強いし発生も早いっていう、連打も効くっていう素晴らしい性能。カルル君のジャンエはだいぶ強いっすよ。強いよね。さあ、私拾って、ね、アードはポランテに当てられず、逆に反撃を食らってしまう。ジャンディ当たらず、方向は当たらないんだ。早めに落とさないといけなかった。あー、なるほどね。ボランチに多分タイミング入れちゃったんで、そのフォローするためジャンシーを早めにやっとけば。なんかヒヨコ君は真面目に解説すればいいのに、なんか慶平先生がよくやってる。あー、ボーイが読んで当たっちゃって、まあここはバーサーカレーでも面白くないんで、カウンターアタでバーサー対策も兼ねてのフィニッシュ。さあ、1本目取ったのはツバクのカルル、4D振り回して、とりあえずあー、挟みたい姉さんと一緒にこの女を挟みたい。あー、でも大丈夫だった。さあ、こういう状況でも全然いい。あーと、しかし画面足から抜けられて、
独身拾いできるんだ。へー、俺もびっくりしました。あ、しかし起き上がり姉さん起動してブリをやってれば発生音量がある。あれカルルの昇竜拳ですからね。そうね、だいぶ強いよね。あれとかいう感じで食らっちゃうから。そうそうそう、あれなんか俺画面足でカルル君とカルル君画面足に背負わせて、カルル君、白面、姉さんみたいな状況で置き攻め状態だったら、置き攻めじゃ、置き攻め立ち D もありだなみたいな。まあまあまあ普通に、あれとりあえずあの姿勢が低い 2A とかで重ねる。 2A だと多分白面の背だと確か当たるんじゃないかな。白面は当たんないかさすがに。まあ、なんかブリを当たっちゃうと面白くない、本当に面白くない。でどうせカルルがそこで 50% 溜まっててデッドアングルされて、うなんだよこのゲームってなっちゃうんですよね。あー、団子さんはこれ投げろ、ええ、フェンリルがあったんじゃないの。あ、フェン投げか。あ、これはバースト抱え死に。何が正解だったのか教えて。わー、わかんないですけど、投げて覚醒とかやってりゃよかったんじゃないですかね。投げた方がいいの、フェンリルの方がよくない。投げたらカンターだな、当たりそうじゃない。とりあえずあっちの方に行きたくないから。まあ、っていうか正直あ正解わかんないですけど、正解は何だったんだろう。あれなんかロイルバーミリオン使いじゃないんだよ。だって後ろ投げだったらピョンって飛び箱飛びした後にカンターと当たりそう。バレットリーン、あーなるほど、バレットリーン負け。バレットリーンが正解。あ、そっか、バレットリーンだった。くそー、さざ波っていう。なんか普通にまっ、なんかさあやっていきましょう。敗者復活リーグの第3試合目、七騎士白面対団子ノエル。団子さんが勝てば、勝者が勝敗並ぶんでもっかいと。七騎士さんが勝てば、モンドムヨじゃねえや、文句なしで、決勝リーグに、決勝トーナメントに駒を進めるという形でございます。さあ誰が決勝トーナメントに行くのかという大事な一戦。さあ蓮華が交代して俺行ってみます。え、なになになに、交代して俺行ってみます。いやいや、ないないない、ダメだよ、君は負けたんだから。敗者は早く去れてバーチャルだけど。あと蛍去って投げ、素晴らしい、パパ打って 6C から 4D ブーメランして肩入れて、まあこれは殺しきれるでしょう。 6C オブティックバレル 6C ジャンディ足払いからロイルのバーミリオンド見てるとなんか変、無駄な動き多いっすよね。なんかよくわかんない動きしてますガン型がモデルらしいっすね。ガン型やりすぎっすよ。さあライフバイズグリーンで勝って、グレンはなんだ、何で勝ったんだ、タッシュパンが、タッシー、なるほど。あー、サンシー入れてればね、青いけど、コンボ伸ばしていく。あー、なんか開幕に食らいたくていいダメージではないっす。そうね、4000開幕から減らされるとだいぶげんなり。投げが通ってしまう。あー、そのね、フラッシュハイダーでの投げはなんかいけないって僕緑くんから教わったんで。あー、ジャンビーどこ蹴ってんだこいつ。さあペース握られても面白くないから、早めにバース入ったんですが、これはなんか逆にアダになってしまう感じ。 4D 対策でタッチ。さあバーストがあればキンバーあったりね。そうね、1本っていうか、あーどっで中出ず、最後は中断。さあ押せ押せムードだったんで、さすがにね、さすがにちょっとバース早く吐きすぎた。ああジャンビガンダイットは、まあタッチくるんじゃないだけマシ。あとタッチパンバリをあり忘れて、なんで白面のコパンだけバリが来るかなんですか。あー投げ通っちゃう、逆にね、今までやってきたことをお前にお返ししてやると。俺だったら勘弁してください。タチあら、こっから最後の置き詰め、 4D ガードして 6D 疾風でいいんですよ、疾風で。あら、まあ最後はジャンビド。さあ俺もホタルだと思った。あー団子さんね、ツバ君ががっかりしましたよ。勝ったのはナザキシャクメンというわけで、決勝トーナメントは、つばくんじゃねえや、ね、松さん、俺、緑くん、七木さんということで始めていきます。ちょっと待ってくださいね。白面2体もいるぞ、強キャラじゃねえかこれは。